胆振東部地震から今年で5年を迎えたことを受け、大きな被害を受けた厚真町では復興に向けた町づくりを考えるサミットが開かれました。2018年9月6日に発生した胆振東部地震では、厚真町で最大震度7を観測し、道内で44人が犠牲となりました。今日開かれた復興まちづくりサミットは、発生から5年となるのをきっかけに、大きな被害が出た厚真町、安平町、むかわ町の3つの町が開きました。サミットには宮城や新潟、熊本といった過去に大地震を経験した自治体の関係者や災害関連の専門家も参加。復興に向けてのまちづくりや次の世代の防災教育にどう取り組むべきなのかをテーマに、宮城県に建設された自然災害や防災を学ぶ施設の活用など多くの実例が紹介されました。先を行っているそれぞれの町の経験、市の経験、あるいは町民の皆さんの苦労をですね、しっかり我々も学ばさせていただきたい。主催した厚真町は、今後も復興に関する取り組みを積極的に行う考えです。